アルーシェ。来たな。じゃあ早速行くか。どうした？今回は少し敵が強いってこと？そうじゃない。また向こうで話す。場所は調子だ。
調子だ。いいね。おいおい、この程度。いいぞ。いいね。この調子だ。やった。いいね。あれじゃ。この調子だ。この程度。あれじゃ。この調子だ。いいね。この調子だ。いいね。やったな。この調子だ。おいおい、結果報告だ。アルーシェ、
アナさん、このホテルには馴染めました？ああ、ホテルで待機しているのは慣れっこところであるし、ちょっといいかな？はい、何でも聞いてください。頼もしいな。ちょっとお願いがあるんだけど、お前が月の女王と出会ってから今までの道のりを案内してくれないかな？そんなことでいいんですか？私ならわかることもあるかもしれない。私が知っている月の女王の話もしてあげたいけど、まずは情報を整理したいんだ。なるほど。それと暴走の影響で力がうまく引き出せないんだ。いろいろ回りながら戦うことで感覚を取り戻していきたい。わかりました。それならまずは森ですね。月の女王とは最初にそこで会いました。じゃあそこに向かおう。いいぞ。アリューシェ。よし。アリューシェ。なるほど。あの邪妖は数年後ある町を襲い100人を。悪いやつじゃないか。しかし生き残った者が怒りに燃え騎士となり、より多くを助ける。俺はどうすればいい？まずあの邪妖を倒す。そしてその騎士が助けるはずだった人々をベルーシカが助けるんだ。だが俺は生きるんだろ。生きるんだ。諦めちゃダメだよ。ああ、よし、責任は。うん。ほら、今日はいつになって元気だな。行くぞ。おお。あ、おい。遅すぎる。これで本気出しすぎた。いいぞ。排除。苦しいのか。ああ、それは多分
不安だ。自分の手で未来を掴んでいくことに対する。これは悪い感情だ。そうだけど必要なものなんだ。人はこの感情と共に生きていくんだ。死んでもいいって思ってた時にはなかった感情かもしれないな。分かった。この痛みは俺が、いいね。よしよし。アリューシェ、それよ。アリューシェ、いいぞ。いいぞ。いいぞ。アリューシェ、
アルシェ、やった見えた、飛べ、よし、よし、いいぞ、アリューシェ、落ちろ、よし、落ちろ、やーせや、よし、やった、行くぞ、おお、おい、遅すぎる、これで本気出しすぎた。アリューシェ、ベルシカ、ハッセッター、アリューシェ、とどめ、ハッセッター、やーせやーよ、当てる、フッセッター、やーせや、フッセッター、よし、楽しい戦いだった。まだ胸は痛む。ああ、飲まれてしまいそう。悪い感情は生きてる限りいつでも襲ってくるよ。そういう時は楽しい未来を考えるんだ。美味しいものを食べる、思いっきり遊ぶ、たくさん寝る、みんなとおしゃべりする、なんでもいい、いい感情になれるものを考えてみて。アルーシェと共に戦うそれでもいいよ。ずっとアルーシェと戦いたい。そうだな、より多くの人を助けていく。ああ、新しい技使ってみる。